皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、シンプルになるように、そんなお話をしますけど、機能性のある手帳っていうんですかね、外見の話じゃなくて、中身の話です。ビジョンである。ミッションであるとか、あとは、役割とか価値観とかって、普通の人は、だいたいスケジュール帳なんで、ほとんどの行動とか予定とか、まあ、せいぜい計画とかね、そういうものぐらいで、済んでしまうんで、別に、自分が何を目指すのか、みたいな、そういうことはあまり、考えてないわけじゃないんでしょう。ただ、別に手帳の中にその機能があろうがなかろうが、そんなにね、影響ないんですよね。ただ、どうしてもその、自分の夢とか、目標とかって、そういうものを持っていて、で、そこに向かって何かをしようとすると、当然そこには工夫が必要なんで、まあ、先ほど言ってた、ビジョンとか、価値観とかね、そういうものが必要になってきて、で、手帳に書くと。で、本来だとね、便利になるから使うというか、やって、それが機能するから、使うんであるんですけど、ただなんかこう、漠然と、じゃあ、ワークして、価値観って大事だよね、っていうふうに言われても、なかなかどうして身につかない。そんなことではあるから、ちょっとね、難しく考えすぎちゃって、で、どうしたらいいんですかみたいな。使いこなせないんですけど、こんなふうになっちゃうということでは、まあちょっとね、本末転倒みたいな話になっちゃうんで、まあ、どういうふうに考えなきゃいけないかっていうと、あまりこうね、複雑に考えないで、シンプルに考えた方がいい。役に立つにはどうしたらいいかとか、それが、こう、多ければ多いほどいいというわけじゃなくて、少なければ少ないに越したことはない。こんな風に考えていくと、まあ、必然的にシンプルになるというふうに思われるんですね。だから、典型的な話だと、iPhone みたいに、まあ、最初見たときびっくりしましたけど、ボタンが1個しかないよみたいな。そういう、こう、シンプルな設計というか、シンプルな作りになっている。まあ、そういうのをね、こう見て、実際、こう、価値観とか、ビジョンとかね、そういうものも、多ければいいというものではなくて、シンプルに一つにまとまってた方が、行動もしやすいと思う。そんなことを気にかけながら、ワークとかに取り組んでいただければいいのかな、なんていうふうに思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。